前の、ゲームが違う。問題は、軽犯罪の重過失。それに対しても重く。普通なら隣、そこに聞けばわかる話が、彼らには聞けない、のだ。聞く資格がない。前に侮蔑した、その結果、で。お金を払うより万引きした方が良い、的な。自分の方が賢い、の、あるいはその果て。ふと気づくと、どんどん選択肢が消えてる。あるのは普段着装備。目の前には、極寒のエベレスト。それでも、あるいは可能性だけは残ってる。この先。それ、は、軽犯罪の重過失。万引きを繰り返したりしてたら、生きていけなくなりました。そんな因果であり。ある意味で、彼らは、それを超えることを悲願としてきた部分はある。じゃないと死ぬ。退路はないのだ。価値観の問題、数百円の万引き、ちょっとした暴言。その程度、犯罪ではない。因果の結果としたら、納得。